グループにはアジアから3チームが出場することになっていますが、地元韓国は無条件出場の権利を確保しているため、残りの11カ国で2つの枠を争うという日本にとっては厳しい状況。また日本は攻撃の要、木村を欠いており、今日は原、武田の2ストップが攻撃の鍵を握ります。試合は開始2分、日本代表17番武田がシュート。しかしインドネシアのキーパーメカ必死に抑えます。さらに今度は19分、再び日本代表がインドネシアゴールを攻めます。しかしまたもキーパーメカが必死に食い止め、日本代表得点を許しません。一方インドネシアは36分、12番マホディブがシュート。これはゴール右に外れたものの、日本代表ヒヤリとしました。試合は日本代表が押し気味に進めながらも、両チーム無得点のまま前半40分が経過し、こんなプレーが起こりました。日本の17番武田に対し、インドネシアの7番ダルビスがラフプレー。さらにダルビスは審判に唾を吐いて退場を宣告され、このプレーがこの後試合展開に大きく影響を及ぼしました。ダルビスの退場でエキサイトしているインドネシアに対し、43分、日本代表は武田のセンタリングを14番原が頭できれいに合わせてゴール。日本ようやく先取点を挙げ前半を終了。スタンドも湧き上がります。後半立ち上がり動きの鈍かった日本ですが、17分には原のシュートのこぼれ球を15番手塚が決めて2対0とリードを広げます。さらに日本は終了間際の44分、武田が12番松山のパスを受けてシュート。結局日本が3対0で1人少ないインドネシアを下し、予選第1戦を飾りました。それにしても前半に何度ものチャンスを逃した決定力のなさは、12日のシンガポール戦への課題。